玉木寺は、奈良市世紀寺町にある、天台集計浄土新集図解迎えインパの寺院。演起では、天平年間に、聖武天皇の直眼で、行基により、回帰され、平安時代に、木ありつにより改めて、佳乱を建立され再興されたと伝わっている。また、木寺の跡とも言われ、周辺から、奈良時代前期の古河原も出土している。慶長7年。 徳川家康より肘塚村、北家寺村のうちに、主因地に十国お貸しされ、江戸時代を通じて、治療としてきた。過去町などによると、最初は、宝生州、中頃には、浄土州西岸寺末寺、教皇9年4月に、天台州に改修し、京都用原院の末寺となったと伝わる。奈良房く津田中井では、本名木寺在与東側南端。 治療に忠告浄土宗千奇西岸寺末寺、近世天台宗兄弟不必要原因松寺なりとあり、現高市郡軍が村に所在したと考えられる。木寺の別院としている。現在は、浄土新宗図会向井院派に属し、無断化の寺である。一新以後は水備した時期もあったようであるが、現在は、墓地も拡張され、境内も整備されている。1964年、 戦死者慰霊のため、庭に大きな観音像が混流された。表門より入って、左に栗があり、注文の先には玄関、客殿などがある。注文脇、本堂右手などに石の古物がいくつか見られる。本堂中央には本尊である白色裸型の阿弥陀如来立像が安置されている。鎌倉時代の作。裸形で下半身には、 布製の袴を着せている。秘仏であるが、毎年5月に回避公開されている。本尊右の脇団には、脇地である、観音菩薩立像と、静止菩薩立像が安置されており、いずれも国の重要文化財である。本尊左の脇団及びその周囲には、木有常尊像、行基菩薩座像、聖徳太子立像、地蔵菩薩半華像が安置されている。 木有恒つね像は図紙に収められ、台座には、玉城でえら、木有恒つね像、京法十一日の江馬祭、二月二十三日相当、百五十年期、お京都海岸区見右り、五最高吉、なんと二十一世大園法院との最高牧署名が、ある。行記座像台座裏には、行記座像、行記菩薩影玄六五人神実る三月三日、修歩、常、 高山玉城寺十両云々と、牧書されている。指定文化財以外にも、玉城寺演技一巻、上新院伝来の愚者論行約三十巻、不動明王画像の画軸等が伝わる。ありがとうございます。